はい、愛情いっぱい、笑顔いっぱい、キャリアコンサルタントの倉野前ひろゆきです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今年ですね、日本で開催予定のオリンピックなんですけども、皆さんどうでしょう、オリンピックは無事開催されるのでしょうか、どう思われますでしょうか。やっぱりこのコロナっていう影響がすごいですよね。まず WHO がですね、 IOC のオリンピック運営のメンバーにですね、もしもうお前たちもやめろと言った場合、残念ながら日本でオリンピックを開催されないのかななんていう、そういった、報道というかニュースもちらっと見まして、実際どうなるのかななんて思うんですけど、そこでやっぱりせっかく、ね、この4年間ですね、もう技をもうここの日本のオリンピックに、ここに時期を合わせて自分自身の体を作ってベストを作ってきてですね、日本のアスリートはじめ世界中のアスリートがこの、今年2020年令和2年にですね合わせてですね、ずっと技を磨き上げてきて体も作ってやってきたので、ぜひともこのアスリートたちのためにもですね、あと、やっぱり特に日本人としては、この日本で準備してますからね、莫大なやっぱりお金も、労力もかけて設備であったりとかね、建物であったりとか投資してますので、もういろんな側面から見てもですね、やっぱり日本としてはオリンピック開催したいなって思いますよね。そんな中、そのコロナウイルス問題があるにせよ、やっぱりいついつまでにと期限を決められて、日本政府は今年開催するとかしないとかという、報告を、ね、しないといけないというような状況に迫られているみたいなんですけども、ここでですね、もちろん時期を、ね、ずらしてというふうな、ね、交渉ができればいいのかななんて思うんですけども、ただ残念ながらですね、ここでね、トランプさんがね、面白いことに1年後にやることも、検討視野のうちに入れたらいいんちゃうかなみたいなことをインタビューでそうやって答えてたんですよね。まあそこで、日本側はね、この何ヶ月の間に、どういうふうにしていくかなんですけど、もちろんね、1年後っていうこのトランプさんの言葉ですよね、ここは正直こういろんな疑問を、なんで1年後なんやろって疑問を感じた人も結構いたんじゃないでしょうかね。例えばそもそもこのオリンピックでこのアスリートが競技を競う、そういったオリンピックがなぜこんな真夏なのかとかね、すごくいろんな疑問がありますよね。ただやっぱり残念ながら、欧米ですよね、アメリカのやっぱり4大人気スポーツであったりとか、まあ欧州人気スポーツのサッカーであったりとか、そういった、欧米のスポーツの思いっきり盛んな、時期はやっぱり放映金とかスポンサー料の関係があって、そういった欧米の盛んなスポーツの休んでる期間というのはこの真夏、この時期なんですよね。この休んでる期間にオリンピックをあてがうっていうようなね、条件でやっぱり日本も飲んでしまってるんですよね。それを分かった上で日本も開催国の候補地として手を挙げてるっていうのも、まあちょっと難しいとこなのかななんて思うんですけど、 IOC の2020オリンピックの候補地としては7月15日から8月の31日その期間での、開催要求をされてるんですよね。そんな中、日本が手を挙げて、例えば、我が国は10月に会いたいですとかね、手を挙げた国とかはもう一次予選でも却下されたりとかねしてるんですよね。それで日本としては7月24日から8月9日の、開催期間で、手を挙げて、ここでまあ日本に決まってるっていうような候補地として前提に手を挙げてるので、今さら時期を変えてくれとはなかなかまあ言えないんでしょうね。そんな中で、まあ、あ、なるほどと、もうそうなるとどうなんでしょう、何が正しいか悪いかなんかは正直もう私の頭では分かんないんですけど、僕個人的な意見としては、今年万が一コロナウイルスで東京オリンピックが開催不可能と、世界中が判断して、日本も判断して、もし行われなかった場合は1年後でも
たとえそのトランプさんの言うようにたとえ1年後でもぜひ日本で開催していただきたいなって思うんですね。どっちみち夏しか、夏のその、アスリートにとっては過酷な時期ですけども、その時期にしか開催できないような条件で、開催するのならば、やっぱりたとえ1年後でもずらしてでもぜひやっぱりここまで、技を磨き上げてきて体も作ってきたアスリートのやっぱり活躍する場を、やっぱり、なくしてほしくないななんて思います。それでやっぱり夏の暑い時期ですのでね、やっぱりあらゆる工夫を日本政府としてはやってほしいななんて思いますね。もしね、本当ならばやっぱ秋とかね、ちょっと涼しい時期にね、特に日本の秋なんかはもう食べ物美味しいですし、そういう時期にね開催できれば一番いいですよね。ただそういったやっぱ大人の事情もあるということで、泣く泣く夏に開催するならば、それでアスリートが、自分自身の持っている力をフル最大限に出せるような、環境づくり環境整備をですね、日本政府にはぜひやっていただきたいなと思いますね。ですので、まあ、僕個人的にはたとえ1年後でも何があっても、どうせやるならばやってほしいですね。それかもうそれだけ投資してでも、もう潔くやっぱり春とか秋とかね、こうちょっと涼しい気候で、できるようなところでやれるならば、ぜひやっていただきたいなと。もしくはちょうどその、欧米のそういった忖度しないといけないような時期が快適なシーズンの南半球なのか北半球なのかそれは分かんないんですけど、そういう立地にある国でねできればいいのかなと。ただそういった欧米の忖度をしているうちには、世界中で本来オリンピックっていうのはみんなで持ち回りでやっていくのがある意味、有意義なことなのかななんて思うので、欧米の忖度が必要な限りそういったオリンピックとしての定義をなすのかななんて、やっぱりそこに対しての疑問も、投げかけないななんて思うんですね。まあ、今回はですね、コロナウイルスと、東京オリンピック、ということで、お話しさせていただきましたが、皆様はいかがでしょうか。まあ、何が正しいか悪いかっていうのは一概にはもちろん言えないですけども、まあ、私のちょっと個人的なちょっとした今思うようなところです。まあ、長い時間でしたけども、皆様本日もご視聴ありがとうございました。